ダイソーで300円のフォンデュポットを購入した。今夜はこれでチョコレートフォンデュをしてみようと思う。具材として用意したのはバナナだ。これをナイフで食べやすいサイズにカットしていく。バナナはこれぐらいあれば十分だろう。これをドロドロに溶けたチョコレートにつけていただく。このチョコレートは市販の板チョコに少しの牛乳を混ぜて溶かしたものだ。甘い。脳がとろけそうなほどに。2025年、某国のウイルス研究所から漏れ出たウイルスにより、地球上のほぼ全ての人類はゾンビと化していた。その時、無実の罪で地下牢に投獄されていた僕は、奇跡的にも難を逃れることができた。その後、僕は封印を解いたダークエネルギーにより住処に結界を張り巡らせ、ゾンビたちの侵入を防いでいた。しかし、こんな大敗した世界で生き延びることに一体何の意味があるのか。死ぬのが怖いから、今の僕が生きる理由はただそれだけなのかもしれない。結界が破られている。